YouTube ゾンビ大学第3回ということでね、私の今日のバーチャル背景は、ヒット・ザ・ロードというゾンビのボードゲームです。このボードゲームね、内容もすごい面白いんですけども、この作られた設定っていうのが面白くて、こうね、ゾンビに追われながら作ったゲームっていう設定なんですよ。で、なので、なんかね、こう、ゲームのコマとかも、こう、ありもので作られてるみたいな感じの柄になってて、例えば、瓶の王冠みたいな、ここを見ていただくと瓶の王冠になってるんですけど、とか、なんかクレジットカードとかを流用して作ったみたいなデザインになったりとかして、これすごい面白いです。おすすめです。で、まあ、こんな感じでね、ボードゲームでもね、ゾンビものってあったりするぐらい、まあ、我々の文化に広がってるんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、そこまで、こう広がりを見せるに至った、ゾンビのですね、映画で、まあ、どんな風に発展してきたのかというか、っていうのをこう数でね、まず捉えてみたいなと。第3回はゾンビ映画の全体像を捉える。数を数えるというアプローチ。ということで、お話ししていきます。で、まあ、私がね、そのゾンビ映画で最初見始めた時の疑問点としても、なんでこんなあんのかなっていうことだったんですよね。ゾンビ映画めちゃくちゃあるよね、ということだったわけです。で、まあこれちょっと知りたいなと最初思ったんですね。やっぱ研究をするにあたってね、全体像が知りたいぞということで。まあこれまで、それまでね、浴びるように見てきたゾンビ映画ですが、まあ別に研究しようと思って見てたわけでもなく、あ、なんかすごい変な設定やなと、えへへみたいな感じで見てたわけで。だから、なんていうか、あんまり、こう、戦略的に見てないわけですよね。なんか適当にパワーッと借りて、面白そうやなっていうのを見てるわけで。で、そうすると、まあ、どう考えても全部見れてるとは思えないわけですよね。だから、そのレンタルビデオ屋さんにあるものだって、全部じゃないわけで、すべてのゾンビ映画が置いてあるかって言うと、そうではないわけですね。でも、まあ、研究っていうふうにするためには、まあ、楽しんでる分にはいいんですね。楽しんでる分にはもう好きなの勝手に見ればいいんですけど、研究するためには一応ね、全体像を把握して説明するっていう必要があります。さあ、どうしようかということですね。まあ、とにかくあるんですよ、ゾンビ映画はいっぱいね。で、これは私の研究室の棚ですけれども、まあ、純然たるゾンビ映画もありますけれども、左上のあたりにね、黒執事って書いてあったりするんですね。で、黒執事って、まあ、執事が出てきて、まあ、その執事は悪魔なんですけど、で、別にゾンビものではないんですが、まあ、この黒執事の中の、まあ、一つの割と大きい話として、ゾンビっぽいものが出てくる、話があるんですね。で、この映像に映ってる、ディスクは、その黒執事のアニメ映画で、豪華客船に、まあ、ゾンビ的なものが出てくるっていう、まあ、そういうやつなんですけど、だから、こういうのとかも含め始めると、まあ、すごい数あるんです、とにかくね。で、これはでも網羅的にとりあえず捉えなければいけないんですが、どうしたらいいか。で、ゾンビ映画は全てがパッケージ化されているわけではないんですね。DVD。まあ、パッケージっていうのは DVD とかブルーレイとか、まあ、ビデオとかですね。なんか VHS とかね。で、そういうのになってるわけでもないんです、実はね。で、ミニシアターとか映画祭でしか流されないものっていうのも多かったりします。なかなか難しいですよね。だから今自分が生きてる時にやってるものでも、やっぱりちょっとアクセスしにくいものもあって、見れてないっていうものも正直あるんですよね。で、しかもそれが1930年代からまあゾンビ映画っていうのは始まったんですけど、そこから続いてきてるわけです、ある意味。ね。だからまあ言うて90年ぐらいのもう歴史があったりするので、困ったなという話ですね。すべてのゾンビ映画を見るだけで人生終わってしまうかもっていうんですね。まあそういうちょっと危機感もね、抱くわけですよ。まずいなと。ね、やっぱりゾンビ映画を分析して何かを言いたいと思って研究しようとしてるわけで、見るだけで終わってもったらね、ちょっとまずいなと。まあまあそういう人生もいいかもしれないですけど。ということで、なんかいい方法はないかなと思って、いろいろ本を探しました。本とか資料とか論文とか。で、そしたらね、素晴らしい本があったんですね。ゾンビ映画ウォッチャーの方々の力をお借りしましょうということで、この伊藤義和さんという方が書かれたゾンビ映画大辞典という本と、ゾンビ映画大マガジンという本がありまして、これをね、これはすごく参考になる本だと、こういうふうに思いました。まあ、ちなみにですね、この
文献の書き方、文献情報のね、書き方、書史情報というふうに言いますけど、こんなふうに書くんです。著者の伊藤義和先生のお名前を最初に書き、で、括弧書きでこの2003、これは2003年に出た本ですよという印です。で、本の場合は二重鍵括弧でくくって、ゾンビ映画大辞典。で、二重鍵括弧で閉じた後に出版社の名前を書く。で、これがね、実は参考文献とか引用文献に書くときの、まあ、本の、文献、情報の書き方になります。で、ちょっとね、論文とかに慣れてない方はですね、これ一体どういう意味って思ったと思うんですけど、実はそういう書き方があります。で、話元に戻しますけど、この伊藤義和さんの書かれた本、素晴らしいですね。だからこの2冊でですね、1932年から2010年までのゾンビ映画がこうたくさん紹介されているという、そういう本を見つけました。でですね、まあ、この伊藤さんのですね、網羅力ってなんかすごくて、とにかくたくさん書かれているので、まあ、心配なさそうだなと思ったんですけれども、漏れ落ちってあんまりなさそうかなと思いましたし、まあ、私が一からもう一回やり直すよりもずっと絶対これはたくさんね、取り上げられてるなっていうのは分かったんですよ。で、すごく信頼できそうな情報源だったんですけど、まあ、できれば複数こう情報源、ソースがあると助かるね、ということで、まあ、ちょっとね、文献をさらに調べました。まあ、なかなかね、日本語の文献でこの伊藤義和さんを超える人っていうのはいらっしゃらないんですけども、なんと海外に行ったんですね。アメリカですね。アメリカにですね、似たようなことをやってる人がいらっしゃいました。さすがですね、やっぱゾンビ映画たくさん生み出してるのはアメリカなので、まあ、どちらかというと、そっちがね、本国というか ああいう感じがいたします。このピーター・デンドルさんですかね、がですね、ザ・ゾンビ・ムービー・エンサイクロペディアという、まあ、直訳するとゾンビ映画大辞典みたいな感じなので、ほぼほぼ同じような感じのタイトルなんですけど、この本を2001年に出されまして、さらに2012年にもう一度、その2000年から2010年のゾンビ映画を、まあ、補完したものが出たですね。いいですよね。バッチリじゃんと思いまして。で、この2つの文献、だから文献的に4つですね。この2人の著者の4つの文献を使って調べていこうというふうに思いました。まあね、だからこういう本が見つかるととっても嬉しかったですね。やったなと。これで全体像が分かりそうだぞというふうに思いました。もちろんですね、やっぱりその、本当に全部ね、網羅されてるのかっていうことは、常々ちょっとそこは疑問には思っておいた方がいいんですけれども、もう後で見てもらいますけど、本数が明らかに絶対自分が一から見直すよりも、たくさん取り上げられてるので、ひとまず、信頼度の高い情報だっていうことはわかります。はい、こちらですね。で、この、4冊の本に書かれているゾンビ映画、それぞれね、レビューがあるんですよ。この作品はこういう作品ですみたいな。で、それをね、年ごとに1年ずつ数えていって、それを10年ずつで足して、見たのがこのグラフになります。1930年代から始まって、まあ、2000年代まであるんですけれども、まあ、こんな風にまとめることができたんですね。で、ちょっとこの内容を後で紹介するとして、ですね、同じような感じでね、他のジャンルでも、この一つのテーマに絞って網羅的に研究されている書籍っていうのは結構出てまして、ぜひですので、皆さんも何か一つテーマをね、設定されたら、こういう本を見つけていただくっていうのは、一つね、最初の取っかかりとしてはいいのかなというふうに思います。もちろん出てる分野、出てない分野、様々なんですけど、意外と探すとね、あったりするんですね。ちょっといくつかご紹介します。このね、一番上の日本現代怪異事典。まあ、いわゆる学校の怪談とかね、トイレの花子さんとかね、あるじゃないですか。まあ、あとものすごいスピードで走るおばあちゃんのターボババアっていうやつがね、ひどい言い方ですけど、ターボババアっていうね、やつとか、あったらそういうお話ですね。まあ、いわゆる都市伝説的なもんというか、そういう現代の怪異について、取り上げた辞典になってます。これも非常に、たくさんのお話が収録されていて、勉強になりますね。で、このオールオーバークトゥルっていう本もね、もうこれ素晴らしいですね。クトゥルー神話っていうものが、まあ、出てきたり、モチーフになった作品を、
もうすべて、ほぼすべてだと思います。取り上げたという、そういう本でございます。クトゥルシンワって皆さんご存知ですかね。まあ、TRPG とかですごく人気だったりだとか、ね、産地っていう言葉を聞いたことがあるかもしれないですけど、もともとはですね、ラブクラフトっていう人、まあ、作家さんなんですけど、まあ、その方が書かれてた作品でして、その作品の世界観に沿って、他の作家さんとかが現在に至るまで様々な作品を出していて、まあ、その集合体をこう、クトゥルー神話というふうに言うんです。だから何か、本当にある宗教で、そこにこう言われている神話とかそういうことではなくて、まあなんか世界観みたいなことを指しています。まあ古代からずっと生きているですね、神様の話で、まああの、あんまりこう素敵な話っていうよりかは、その神たちが邪神なんですね。で、まあいろいろこう問題が引き起こされるという話が多いかと思います。ぜひ関心がある方は見てみてください。で、さらにですね、この本も僕大好きなんですけど、2019年に出た信長名鑑。これは織田信長ですね、歴史上の人物の。織田信長が出てくる、あるいは織田信長的なキャラクターが出てくるものを全て集めてですね。だから美少女化した織田信長みたいなやつとかも全部網羅されてたりとかするので、もうこれはもうこれも最高ですね。めちゃくちゃ面白いです。だから普通にその歴史上の人物としてのその織田信長の肖像画みたいなのあるじゃないですか。あれも載ってるんですけど、あれも載ってればその織田信長とかね、なんかそういう美少女キャラクターになっちゃいましたみたいなやつとか、あと犬になったやつ。僕この漫画大好きなんですけど、シナモンっていうね、名前の犬に織田信長が転生しちゃうんですよ、現代。で、そういう漫画とかで、そのシナモンもちゃんと載ってたりとかするので、もう超おすすめなんで、ぜひご覧ください。はい。ということで、また話もっと戻しますけど、ゾンビ映画のね、本数の推移っていうのは、まあ、こんな感じだなということがわかりました。まあ、1930年代から始まりまして、40年代、50年代増えていきますね。で、やっぱりこう、劇的に増えるのっていうのは、60年代から70年代にかけて、そして70年代から80年代にかけてという感じですね。で、90年代で一旦落ちますが、2000年代がえらいことになってるんですね。318本ですね。になっているということになります。この黒いグラフの方が、その伊藤義和先生の、ゾンビ映画大辞典とかね、そっちの方です。で、白い方のグラフが、そのピーター・ベンドルさんの、ザ・ゾンビ・ムービー・エンサイクロペディアですね、の数を数えた方になります。まあ、全体のまず数からすると、こう、日本人の研究者の文献の方が、たくさんのゾンビ映画を、網羅しているということになりますね。でも、面白いことに、この、年代ごとに増えていく、減っていくっていう、この傾向については同じなんですね、これ2つとも。これはね、やっぱりグラフにしてみて、おお、そうなんだって思いました。傾向的には、だからやっぱり80年代までにかけて増えて、90年代一旦減るけれども、2000年代ものすごい増え方をするっていう、これは共通してるんですね。で、もうちょっとまあ若干細かく見ていきますと、2000年代といえどもですね、2002年までは6本とかなんですね、2002年はね。で、2003年から急に増えてます。だからこれ多分2002年になんかあったっていうことでしょうね。っていう気がするわけですね。まあ、こんなことがその数を数えることで分かったりします。はい、これでね、量の推移が分かりました。だから何も分かってなかった時よりは、ずっとね、情報量が増えました。よかったねと。ゾンビ映画の量の推移が分かってよかったなと。しかしですね、謎も増えました。一体どうしてこういう増え方、減り方になっているのかですね。研究ってそういうもんで、一つ問いが浮かんだら、まあ、それについて何かアプローチをして結果を出す。でもね、やってるうちにそこから疑問が出てくるんです、さらに。で、さらに深く調べていくっていう、これがまあ研究の一つのプロセスです。次は、この量の推移がどのようにもたらされたのか、それを順を追って見ていきたいと思いますので、またお楽しみにしていてください。はい、ということで、第3回は終了です。お疲れ様でした。